Good morning。 まずはコーヒーを入れる音から。大人弟子たち聞こえる？なんでこのお茶やコーヒーを注ぐ音というのはハッピーなんでしょうね。いただきます。の口の中とこの喉の奥から、食道のハート側、外側じゃなくて 内側、背骨側の方を伝って胃の方に落ちていくのを感じると、ちょっとメディテーションに近いような気持ちになりませんか？今日のコーヒーはこれ何だったっけ、今粉にしたやつしか、スーパーがあちこち閉まってしまった時に買ったものなので、以前は瓶っていうか、豆瓶でいいのか、コーヒーもコーヒー豆コーヒービーンで買ってったのが在庫がなくなっちゃったんですね。でそれで、とりあえずということで粉ので買ったのですが、なかなかアメリカンな感じですね。そうそう、ツイッターでもう書いたのですが、じゃあ何を、せっかく5分以上喋れるから何を話そうかなと思って、で他の YouTube をよく見てたんですね、今までも。でも私は画面をずっと、その人がずっとこう、特に一人で喋られる方なんかだと、これなんで画面見てなきゃいけなく、なんかできるよなって思ってしまって、あんまりその5分も10分も画面の前に映画のようなその変化がないんだったら、そんなにいない方なんですね。なので大抵料理をするとか、他のメッセージだったりなんだりの返信をしているとか、何かしら作業をしながら流しておくことが多くて、ラジオが好きなんですね、自分も聞くのが。なのでそう、人が喋っている、特にやっぱりね、日本語聞くと嬉しいんですね。日本語のブラッシュアップアップデートというか、あ、今みんなこんな言葉使うんだ、あ、そう、ツイッターでも書きましたけれど、口にするのもはばかれる、バカぐらい言えるけど、クソって言葉って日常そんな口に出さないし、大人になって、で、それをすごい日常的にみんなが使うように、いつからなったの？すごいね。昔も、本当に大昔ですけれども、ゲロゲロって言って、何から始まったんだろう、流行り言葉で、やばいがずっと続いてますよね。ゲロゲロっていうのが流行って子供たちが言ってて、結構その子供たちが流行って言ってるような言葉って、OL さんが使うじゃない。で営業とかがあるからか、その男の人の方は割とお酒飲む前は、20代社会出たばっかりでも真面目に話すんだけれども、で会社内にいる子たち同士っていうのは、お勤めしたお友達とかの方が割とそのテレビに影響された言葉遣いに変わっていってて、で そのゲロゲロって言っていた子たちが、でつまり私たち世代がの子供
がそういう言葉遣いをしているのかなと思って、それだとちょっと結構大人になりすぎちゃっていて合わないね、経営さんが。まあ、なので言葉遣いというのはいつ崩れていくというか、そういうちょっと面白い悪い系になっていくものなのだろうななんて感じたりしましたね。私が日本から出たわけじゃないんですけれど、最初からはアメリカであったり、まずギリシャ留学は最初でしたけど、その前にもアメリカには割と何回かは行って下見していて、でその時小泉政権だったかな、まだ、あ、そうだから政権交代の時には私はもういなかったのか。そうで、震災と津波とメルトダウンの時のニュースをもう日本にいないで見ていて、すごく心配で、ああそうだ、その時にね、菅さんですよね、元総理大臣のへのバッシングがすごくって、もう ネットでしか見てないにも限らず心配だから、どういう中継とかしてるんだろうとか YouTube とかで見るじゃない。すると、なんかもう感情的すぎて、すごいなんかしびらずされてない国みたいになっていて、でどうやっぱり多くの方が不安になって、でしかも津波のあの映像、何度も何度も私も海外のニュースだと日本のよりも結構きついのが流れるんですね、声とか入っていて、生の泣き声とかでも本当つらかったんです、ね、でもそういうのの後だと、もう怒りの抜けどころとして政治家に行ってしまうのかなと思っていたのですが、その後菅さんお辞めになって、でまた政権交代が起こって、でその時の雰囲気を今ネットからすごく感じるんだよね。怖いなと思って、うん、なんだっけ、菅おろしで、今は安倍おろしという言葉は聞かないですけれども、あとそういう言葉を作るよね、アベノマスクっていう言葉を流れてくるじゃない、といったやってると、で私はそれがアベノミクスのように、政府がきちんとその政策として、じゃこの人が今リーダーでこういう政策を作って、じゃあ経済を盛り上げていきましょうという、ちょっとアメリカをまたグレートアメリカアゲーンみたいな、そうなキャンペーンに近い、日本の経済を活性化もしよう、よくしようっていうものをやったのは正式名称でしょ、アベノミクスって。で私はそういう感じでアベノマスクっていうのがそれに引っ掛けて、皆さんに明るい気持ちになってもらいましょうという、政府からもただでマスク配りますから、マスク今足りてなくて皆さん不安でしょうからってやったのだと思っていたんですよ。そしたらこれはただ単に誰かが作った言葉で、それがすごいみんな使ってるだけだったんだよね。でそういうの一緒にしてしまうことで、それをタブロイドとかネットで言われてる、スラング的に言われてることだから、それをそのように扱うのではなく、一流っていうとあれだけど、どういう方したらいいんだろうな、朝日さんとか三浦さんとか、きちんとした信頼がおけるとされている芸能ゴシップとかじゃなくてね、ちゃんと政治経済を扱って、そこのを見れば何でも株のことでも、そこの情報は信じられるっていう日経さんとかで、そういうところがその言葉を見出しに使ってしまったり、あとルイもそうルイなんて例えで一言出て、全然時代背景も違うし、
確かに耳に残るけれど、そこを取り上げた方もそこを中心に話を進める方も なんだろう大丈夫かなって真面目に考えた人からすれば思ってしまうような議論がなされていると、誰がどういう意図でどのように情報を伝えていくかとか、私たちが賢くなれるように、やっぱり そういうことでしょ。お金を払ってまで本を買うとか、人の話を、まあ、私の話はただすいません暇つぶしに聞いてください、教育ではないのでですけれども、大抵はお金を払って買うちゃんとした新聞であったり、その情報というのはきちんとしてるべきであって、読んで賢くなきゃいけない、賢くならなきゃダメでしょ、向上しないと。だから読んでただ頭の中をひっかき回されてしまったり、バカにされてしまったりするようなものというのをいかに取り入れないようにするか。ツイッターそれ難しいですよね。ハッシュタグとかやられちゃうからね。ハッシュタグをバンできればいいんだけれども、で やろうとしたんですよ。 NG ワードにハッシュタグ入れたら、ハッシュタグだけではダメだっただからハッシュタグでつけられていることまで入れなきゃいけないんだけれども、それをいちいちなんで何かが流行って、ああこれにこれをあんまり見たくないな、フォローしてる人のタイムラインにこれが出てきたなっていう時に、だからといってこれを NG ワードに加えるという一手間が日々の幸せを奪ってしまうんですね。そうするともうツイッターをやること自体が嫌になってしまうから、私も楽しくなるためにやりたいからね、別に。そうだから困っちゃいますね。どこでどういうふうに情報を得るのが向上につながるのか、いい情報で賢くスマートにクレバーに、より自分と違う人の意見を感情じゃなくてね、ムカついてるんだなこの人っていうのも分かるから、そのザマーとか書いてる人とかがいると嫌になっちゃうもん、やっぱりそれが結構でちゃんとした肩書きの方でいろんな多くの人を雇用し、まあ雇用はいいのか、じゃあワンマン経営者でもそれは人の勝手だから、雇われる人の勝手でもあるからいいんだけれど、政治家とかだと嫌になってしまいますよね、確かに。だからもうちょっとついてちゃんと社会、ここは社会ですよってことでもうちょっと整理されると嬉しいなと思います。というわけで、これ今何分だ、13分、喋ってみました。それでは、本日も皆様気分よくお過ごしください。じゃあね。